さて皆さん、今回はランボルギーニムルシエラゴ、ムルシエラゴです。ムルシエラゴです。これは中古で買ったもんです。ちょっとシザースドアでしたっけ、壊れてるみたいなんですよ。ちょっと回しますね。では開けたいと思いますね。開くところをまずここですね。エンジン部分、ここはいいですよ。つっかえ棒もないですが、でここ開けますね。あれ開けにくい。ここが開いて自立しない、自立しないぞ。ちょっと待ってください皆さん。中はこんなになってます。トランクですね、やっぱりこんなトランクになってます。ああしまった。エンジンの見てみましょうね。エンジン内部こんな感じです。こんな感じです。あとはシザースドアでしたっけ。デロリアンはあのガルウィングなんでしょ。上真上に開くのがガルウィングで、上に上がるのがシザースドアでしたっけ。これ取れ、ここは弱いんですよ。ではめるときもね、ちょっとよくはまらないんですよ。ぴったりならないんですよね。こっちも一応開けてみますけど、中はこのようになっております。ライト照らしますね。こんな感じです。こっち側から、これは騙されましたね。
中古で買って騙されましたわ。こんなに壊れてるとは書いてなかったんですよね。某某なんか目いろんなメーカーの色もありますが、オートアートなんですがね、窓もないんですよ。これ初めからないんですかね。ここにオートアートって書いてるでしょ。で、ムルシエラゴと。ランボルギーム、ルシエラゴと。で、こんな感じです。まあ飾っとくのはいいですからね。オートアートだし、まあ我慢しておきましょう。では皆さん、この辺で今回は失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。では、さようなら。